バルバラ・ヤニシェフスカ。バルバラ・ヤニシェフスカは、ポーランドの陸上競技選手。1960年ローマオリンピックの銅メダリストで、ある、ポズナン出身。ヤニシェフスカは、旧姓は、レルチャックと言い,い、最初の結婚で1956年からそぼったとなり、2回目の結婚で1958年から、ヤニシェフスカと名乗るようになった。ヤニシェフスカは、 バルバラ・レルチャックとして出場した1954年、ヨーロッパ選手権では100メートルでは準決勝で敗退したものの、200メートルで4位、400メートルリレーでは5位と決勝進出を果たした。ヤニシェフスカは、初めてのオリンピックとなった1956年メルボルーンオリンピックでは100メートル、200メートル、400メートルリレーの3種目に出場。しかし、 1 0 0ルと4 0 0ルリレーは予選落ち、2 0 0ルは準決勝で敗退した。ヤニシェフスカは1958年ヨーロッパ選手権で初めての国際大会のタイトルを獲得する。この大会でも1 0 0ル、2 0 0ル、4 0 0ルリレーに出場。1 0 0ルは準決勝で敗退したものの、2 0 0ルでは24秒。 1>, 1で2位の東ドイツの選手20分の2秒差をつけ優勝。リレーでもソ連、イギリスに次いで3位と活躍した。ヤニシェフスカは1960年に2度目のオリンピックとなるローマオリンピックに出場。200メートルと400メートルリレーにエントリー。200メートルでは予選で23秒9、準決勝を24秒2と好タイムで決勝に進出したが、 決勝では24秒8と震わず5位に終わった。優勝したアメリカのウィルマルドルフの優勝タイムは、ヤニシェフスカの予選のタイムより遅い24秒0で、あった。しかし、ヤニシェフスカは、ポーランドチームの一員として出場した400メートル、リレーにおいて45秒0でアメリカとドイツに次いで3位となり、彼女にとって唯一となるオリンピックのメダルを獲得した。ヤニシェフスカは、 1962年のヨーロッパ選手権にも出場、200メートルで3位となる。さらに、400メートルリレーでは、44秒5のヨーロッパ新記録で優勝を果たした。ヤニシェフスカーにとって、最後の国際大会となった1964年、東京オリンピックでは、200メートルに出場し、決勝に進出したものの23秒9で6位に終わった。また、 ポーランドはこの大会400メートルリレーで金メダルを獲得しているが、ヤニシェフスカはリレーメンバーに入ることはなかった。彼女がいつも受け持っていた第2層のポジションには、この大会以降オリンピックで7個のメダルを獲得した名スプリンターのイレーナシェビンスカが入っていた。ありがとうございます。